今回はアニメ逃げ上手の赤君第7話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。7話始まった。1334年幕府滅亡から半年。あれからもう半年経つのか。ヒンメル、鎌倉幕府の滅亡から X 年を。逃亡後初めての新年。諏訪で初の新年を迎えた時。高尾の間の手から半年も逃げ延びた。目隠しプレイか。諏訪湖全面氷結。一面凍った諏訪湖か。氷の湖か。冬の諏訪湖はどこでも立って遊べる。諏訪湖で冬といえば御神渡り。息が白多い。吐息まで可愛い。諏訪湖は御神渡りが発生するくらいなので、めちゃくそ寒いし雪も降るよ。表情で大喜びの若様。なんてほがらかな笑顔なんだ。凍った諏訪湖ではしゃぐ若様可愛い。キララジャンプ。今日も若様可愛い。なんだこのキララジャンプみたいの。長者島みんな可愛いな。アイスホッケーまで予知して遊んでる。南国アイスホッケー部。南北朝時代にアイスホッケー砂わらわら。鎌倉時代からホッケーやキララジャンプってあったんですね。ワカサギも釣れます。めっちゃ釣ってるなわら。もちろん諏訪湖のワカサギは近世以降の移入種です。ワカサギ釣りするしずくかわいい。来ちゃったよ。未来見えない気。来ちゃった。このよりしげ様顔が良すぎませんか。ほんと変顔さえしなければ顔がいいな。やばくね。よりしげ弱体か。ノリの番的なやつ。この未来見えない気とちょっと前の回のさりげないセリフがしっかり伏線なんだよな。神オープニング。諏訪よりしげ神通力消失期突入。普通に美形のお兄さんが出てきて誰かと思ったらよりしげで草。あやこの太ももの隙間がチラチラするのよくない。本当によくない。あっせん衆おっさんずラブしてた人だ。また濃そうなキャラが。悪党などとんでもない。また変態が登場してるわら。え？何？新たな一芸特化の変態？今ではすっかり丸くなった。ありだー。ありつつも。イメージ映像。ありリアルでビクってなった。きめえ。なんでダニやらアリやらの作画やたらリアルなの。ひ、うじゃー。集合恐怖症にはきつすぎるやつでは。ありついてますよ。背中にアリが集まってますよ。アリにたかられてますけど。ムズムズする。召喚は統治さんになったか。常識外には常識外をぶつけると。子供から学べるサダムネすごい。小笠原さんは実力主義だったのか。小笠原は侍だからな。いやー乱世乱世。すでに常識外れな身体機能持ってる人が何をおっしゃる。武士の常識にとらわれていては乱世は勝ち抜けない。この柔軟さも小笠原サダムネの魅力よ。小笠原殿、現場に翻弄されたからってただ怒るのではなく、ああいう力も必要ってスカウトしてくるの強えな。人選が正しかったのかどうかはこれからわかる。じい、小笠原勢を目玉で表すのわかりやすい。未来見えなくなるとかよりしげ役立たずじゃん。わらわら。そういう時に限って何かが起こるものなのだ。未来が見えない時に視界から外れないで。見えないからめちゃくちゃ弱腰。よりしげ途端に頼りねえ。わらわら。わー、自信満々な時行様かわいい。時行様危ないですよ。私みたいな変態もおりますし。事情を知らない純粋な部下がぐいぐい来る。周りが勝手に持ち上げまくっていく。えらく慎重になっちゃって。よりしげらしくないな。どんだけ北条の血が絶えることに恐怖してるんだよりしげわら。原爆にいたのか。なめくじ食べるのはあかん。そんなもん食べないからわら。なんつう広いぐいわらわら。この頃寄生虫って発見されてたのかな。なめくじは食べないでしょう。若様をなんだと思ってんだわらわら。おっぱい、おっぱい。現場じゃあるまいし、それはないね。シーンがひどい。わらわら。未来見えないとへんてこシーンしか思いつかないよりしげ。わらわら。諏訪よりしげは心配性。時行様にそこまでネガティブなイメージあるか。わら。いや最後のは合ってるぞ。1話で崖から突き落とした人が言うセリフか。わら。逃げることに興奮を覚えるド変態というド正論。未来が見えないと不安でしゃあない。見送り下手のよりしげ様。ド変態公式認定しちゃった。わらわら。いつも未来予知に頼りすぎなんじゃないのよりしげ。見えてないとこんな感じなのか。逃げることに興奮を覚える変態。かわいい。ド変態は当たってる。しずくちゃんかわいいね。好きなシーン。過保護すぎる。未来予知ができない時期のことになると異常に慎重になるよりしげ。よりしげが見ている。いただきました。わらわら。よりしげが見ている。心配そうに見ている。よりしげ子は怖いよ。
出たわらわらわらよりしげが見ているわらわら。しずくが怒ったわら。血筋絶やさないようにしそん残そうな。よりしげ、こうして見るとネウロの怪人要素あるよな。ちょくちょくドラクエネタが挟まるー。しずくちゃん、キレモードも可愛い。南北朝モード。わらマネキンわらわら。衣装が派手すぎるって。目立つよわら。よりしげが、見てくる、暇なカレー屋の店主のように。暇なカレー屋の店主わらわら。うちの近所にもそのカレー屋いるわ。インド人のマナコ。インド人を右に。大抵ネパール人なんだよね。ここのよりしげ面白すぎるわらわら。よりしげ殿のインドカレー屋の店主みたいな目つき吹いたわら。あいつ情緒不安定すぎんだろ。とても楽しいナレーションでした。中村楽しそうだな。怒りっぽいよりしげ。ミオもよりしげ。神だから妊娠もするのか、かっこ違う。よりしげは未来史と心力に頼りすぎなんじゃよ。情緒不安定すぎるぞよりしげ。ちょっと楽しいときゆき様。こんな風に心配されるのは初めてか。予定確認。もこもこときゆきキュンかわええ。長野の冬だから寒いだろうな。来たー。敵襲だー。ふぶきくん来ちゃー。オープニングにいる子だ。新しい仲間候補が来たぞ。なんて反射神経。双剣スタイルいい。かっこいい演出。こやつは、何者。オープニングにいたやつだ。追加美少年来た。ふぶき、美少年だなー。ふぶきくんだー。かわいい、美人。美少年がどんどん生えてくる。少し長者党より年上っぽい。クロワが力入れてきた。かっこいい。早い、強い、初体。おお、また美味しそうな美少年が来たぞ。作がかっこよすぎー。刀がぶつかり合う音、良すぎるな。二刀流は一刀と比べて力が入らないので防御をするときは交差させるそうですね。作がいいな。本気出してなかった。ってことはそれって、接待稽古だった?なめくされてた?手加減されてたかわら。実戦を見て、これまで手加減されてたことに気づくの巻。うかうかしてらんねえな。夕日を背に握手を交わす初太の作画がいいアニメは名作。あや、手加減してもらってたのか。忖度される若様。気づいちゃった若様笑う。こんなピンチに思うことがそれかよ。まあさすがに時々相手は手加減しないとだよな。若様、甘やかされてた。絶対稽古だったでござる。かわいい。キュンときた。守られたいのかわら。地球が震えたか。女の子だもんねわら。若様成長したなぁからの片手である。まあへっぴり腰だからねー。三本指で止めてる。これは絶対。あやこさん好き。ほぼ同年代でおねしょたみたいなことするな。若プルプルで可愛いな。頑張れ。あやこが若様の頭を撫でるシーン見れて大満足。ありがとうございます。めちゃめちゃ手加減されてたわらわら。気づけよ。その場で。若様、可愛すぎないか?可愛い。二人とも手加減してくれてたのね。恥ずかしいね。若様結構アホで好き。あやこも可愛いのに若様も可愛い。渋滞だよ。歴史上の武者ってのはみんなこんな人材たちだったんだな。いろいろおかしい人たち。こんな奴らから守りきれるのか。かっこいいよ二人とも。え?さらし。エッチだ。小次郎キュンへ。汗がエロい。貴重なサービスカット。主君を守る侍であれ。ここ好き。2対1でも余裕っぽい。喋ったー。お知り合いで。15年前なら石田明の生態がついてそう。雫の知り合いだった。二人は顔見知りだった。吹雪というのか。獣者の気配がしたので。電磁と同じとは思えない。電磁、こんなに礼儀正しくなって。真面目そう、すごく。吹雪くんか。初太らしい良い名前だ。吹雪くんは男性声優だね。一番お兄さんだから声変わりしてるんだね。大人がみんな、殺されていましたので。切れ長の目。片目隠し、ふぶきくん顔が良すぎる。子供しか残っていないだと。全員子供か。初太と初太は使いよう。完全にゲリラ戦法じゃないすか。教え上手のふぶきくんだ。子供でもゲリラ戦法は可能。中世社会どころか現代でも起こりうる。罠を作ってた。落とし穴の殺意高すぎる。落ちたら串刺し。時行きが逃げ上手なら、ふぶきは戦上手か。教えを欲する天下人ならそこにいますよ。表情を輝かせる若様。時行くんワクワクしてきたぞ。喉から手が出るかっこぶつり笑う。しずくちゃんが喉から手が出るを表現してるのかわいいわら。米アワーだ。守りのポテンシャルが高い土地。米置くなわらわら。貴重な米粒を駒にするなよ。ご飯がもったいないぞ。城の置きどころだな。
なんでもない土地に見えて実は戦略上の要衝。ウーム大好物の設定です。めっちゃ食ってる。ふぶき、ちゃんと噛んで食べてる？どんだけ食べるんだ。ふぶきくんめっちゃ食べるやん、わらわら。ふぶきくん燃費悪くて可愛いね。ギャップのあるクール系いいよね。トタニさんの声めちゃくちゃいい。心地いい声。お前のせいじゃねえか、わらわら。お前が兵糧攻めしたんかい。大食い可愛い。ふぶきなのに、赤毛やん。食欲の権限。10代半ばの色気。青髪の人はよく食べるね。隠れて捧げ物食ってるの見つかった。ふぶき可愛すぎるだろ。しずくちゃん、目が死んでる。甘やかされ上手な若君と甘やかしてくる綾子さんがたまらなかったな。あと個人的にはふぶきくんとの出会いを思い出した時のしずくさんの死んだ目に感じるものがありましたね。この時代に兵法伝わってたんだ。おそらく今期一緒多密度の高いカットである。村滅亡の危機。子供たちと絡むふぶきいいなぁ。あったかい。面倒見はいいんだな。ふぶきは長者等の中で一番好き。子供も戦力として最大限生かそうとしたりはなで相手の気をそらしたりする姿勢がは当たり見ある。子供でも知恵と工夫で立派な戦力になるといえば聞こえはいいけど、幼子にそれをやらせる戦意高揚、戦略や戦術を教える才能、その上短期でも強い指揮官となると最悪のゲリラ戦指揮官というべき存在なんよ。アリアルサーシスト同類。やっぱりいわゆる弱者にも弱者なりの戦い方がある。それを創意工夫でいかようにもなるというのが根底にあるのがいいですよね。今回初登場のふぶきが利益度外視でそこに関わる理由がミステリアスな雰囲気まとってるだけに気になりますね。天下奪還の助けとして欲しい逸材。若の望みが可愛すぎる。気にしてたんだわら。メガメガラピュタパロディ。これムスカのパロだよね。よりしげ様わらわら。よりしげ様を楽しむ作品。安置された大人たちの遺体。遺体を放置すると疫病の元になるわよ。埋めるなり焼くなりしないと。しずくさんの兄様呼びたまらん。いや、できれば村も守りたい。戦を私たちにも手伝わせてもらえないだろうか。戦力は多い方がいいからね。死体の積み方がえげつないんじゃよ。相変わらずの鎌倉スタイル。フランスカラーやめろ。なんなんだよこの仏マークのやつは。わらわら。フランス野郎来た。思った以上にフランス野郎で草。仏とその三色はまずいですよ。普通といえばトリコロールカラーわら。唐突なフランスディズ。顔のペイントそんな色だったのか。普通違いわらわら。パリオリンピックとつながんなわらわら。トーチさんの声のゲス野郎は珍しい。新蘭白目。南無阿弥陀仏と唱えれば悪用はすべてチャラという浄土真宗および悪人正気説に対する風浪被害。やっはー。南無阿弥陀最高。フランス国旗野郎ならトールさんだ。北斗の剣の世界から来ただろお前。普通でフランス国旗につながるの。松井先生特有の味。死んだふりしてたのか。死体に紛れてたのに。お助けまみった。南北朝ノルマ達成。なんとひどい。世紀末か。首が簡単に飛ぶ、リアルだけど、怖いな。物資輸送及び手配仕分けの煩雑さを考えると役立つっての割にかなってるから困るわけで、何せ孫子も推薦していたし、かっこ兵のストレス解消と運送不足の解決にもなる。血のりを黒っぽくして炎症を和らげるのはよくあるが、逆にここまで塗料のように鮮やかにして作り物っぽさを強調するやり方もあるんな。刀に刺した生首から滴る血を浴びるな。次はこんな見るからに特定の役割に特化した薄い本御用達っぽいおじさんたちが相手なの。負けたらどうなってしまうんだ。南無阿弥陀仏、浄土真宗、他力本願。終わるの早くね。終わってしまった。毎週あまりに早い。やっぱ東地さん圧倒的に良いんですわ。今週も大変ういときゆきでございました。フランス野郎いた。7話もすごく良かった。そして声優さんが本当にいい。構図も飽きないものばかりで、演出も凝っててすごいな。アニメってここまで力入れることできるんだな。逃げ若の楽しそうなエンディング見るたび思うけど、時代が違えばああやってみんな仲良く宴会とかできたんだろうなと思うと切なくなる。南北朝時代は地獄だからな。吹雪の声、顔、性格、全部いい。腹減ってのやつだった。今回も面白かった。松井ギャグを完璧に映像化した A パートと、新キャラの魅力と仇役の恐ろしさを書き切る B パート。さてはこのアニメ、面白いな。かっこ知ってた。早く来週になってくれ。逃げ上手の若君、毎週サクサク進むな。次回、かくれんぼ戦争。
提供。キャッカーやってた召喚の部下、顔に仏と書いてる上にフランス国旗の色していて、この時期に色々とロックすぎません？タイムリーすぎて草というか大丈夫？マッドマックスばりにテンション上がった普通って書いたやつ、ちゃんと考えたら紛れもないフランスの擬人化みたいなやつで笑ってしまう。カッコフランスに持っていけないだろこれ。笑新キャラの吹雪が強くてイケメン、そしてめっちゃ米食べる要素もりもりで気になるところ、子供たちだけでヤバい大人連中に挑む事態が気になる。時々未来が見る力が消えるということは、普段はカッコ張ったりじゃなくちゃんと未来が見えていたということで、結局頼重はどんな未来を見てたんだろうな。はい、というわけで逃げ上手の赤君第7話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。